乾杯。しべて。今夜中の3時13分。なんでこんな時間に動画を撮ってるかっていうと、別に理由もなくただ撮りたくなったからっていうだけの話なんだけど、ちょっとさっきセブンに寄って絶対食べる砂肝パーンズとごま油香るシャキシャキナムルカリカリコーンチーズ、これうまいよねを買ってきたから、ちょっとこれをつまみにちょっと喋って飲もうじゃないかと。私本日出頭してきましたっていう、まあこれは大きめの釣り針なんですけども、警察署に行ったのは事実で、今日の朝一、まあ日付変わってるからもう昨日だけどに電話が来て、私は本名ね、何々さんですかみたいな、もう寝ぼけてるからさ、ほわほわいみたいななるやん、お財布って持ってますって言われて、ちょっと確認しますっつって見たら財布なかったわけさ。あ、財布を誰か届けてくれたのね、なるほどってまあ思うじゃん。まあその通りなんだけど、近所のスーパーにまさかの本置き忘れてたわけで、そこの店員さんが届けてくれたらしいんだけど、免許証も財布の中に入ってるから運転できないから、たぬきちに運転してもらって取りに行ったんだよ。そしたらさ、この財布の中に何が入ってましたみたいな、一点一点さ、財布からカードを警察の方が出して、合ってますか、はい合ってますみたいなやり取りするんだけどさ、警察の人で笑っちゃったのが、 T カードあるじゃない、私の T カードこれなの、ちゃんとフナッシーの T カードって書類に書かれてて、警察の人と笑っちゃったっけ。まあそんなことがさておきね、普通に私銀行のカードとかも入れちゃってたから、本当に気をつけて、何の話やねんって感じだけど、酒とつまみと私、小腹が減ったからかといい、この後は寝るから、こういうさっぱり系を食べつつ話しましょう。ゲイ、うん、これ何、めっちゃうまい、振って食べる砂肝ポン酢、うん、ナムルもうまい、やっぱセブンは味付けがレベチ。ほんでね、今日なんで今この動画を撮ってるかっていうと、まあ、撮りたくなったから撮ってるだけなんだけど、単純にまず私酔っ払ってるの今。じゃあなんて酔っ払ってるんですかっていう話じゃないですか。今日たぬきちと買い物に行きたくて、うちに1個しかないベッドカバーに猫がリバースしてしまって、でしかも今日雨だしみたいな、猫が出しちゃったやつをさ、コインランドリーで回すのもちょっと忍びないじゃんと思って、ニトリに敷きパッドみたいなやつを買いに行ったので、ついでに、まあ、今日ちょっと遅くなっちゃったし、久々に焼肉食べ行きたくないみたいな感じになって、ずっと気になってたすんごいお安いお店があって、食べ行ってみたの。たぬきちは運転してるからノンアルの飲み放題がついて、時間無制限で2000円なんだよ。私は飲んでるから90分の飲み放題つけても1700円プラス2000円3700円時間無制限なの。めっちゃ安いじゃん、わけわかんねえ肉作ってんじゃねえかって思うじゃん。めっちゃうまくて、味付けがいいというかさ、普通のお肉だけじゃなくて、羊とかイヌシシ、鹿とか馬とかいろんなお肉があったの。馬以外は多分全部食べたのかな。全部美味しくてさ、え、今物価高、価格高騰、ん、アルコールも普通にうまいし、ちゃんと生ビール、どういうこと、あ、なんか違う世界線に来てしまった、どういうことみたいな脳みそがバグるようなお店に今日行ったの。そんなお店さ行ったらテンション上がっちゃうべや。そのまま久々にカラオケ行ったんだよ。たぬきちが霜降り明星が好きだから、今日たぬきちが粗品の歌を歌ったんだよ、サルバドルサーガって曲。私聞いたことあったんだけど、初めてちゃんとカラオケの画面で歌詞が流れるじゃん、それを聞いた時に突き刺さりすぎて、今日ちょっと音痴だからちょっと割愛しますけど、
歌詞がね、こんな感じで、もっと褒めてくれってあるじゃん。私褒めてほしいんですよ。とにかく褒めてほしい。褒められたい。褒められるために生きている。わけわかんないけどYouTube 始めて、今登録者の方も1000人超えて、結構コメントくれる方もいるじゃないですか。コメントくれたらすんごい嬉しいの。褒められてるじゃん。自己肯定感も上がるし、やる気も出るしみたいな。なんか最近ちょっと古い言葉で言うと、バイブス上がってるみたいな感じなの。よーけわからん。ちょっとこの動画が上がってる頃にはステッカーの進み具合がどうなってるかわかんないんだけど、私今超楽しくて、私もともと自分で物を作るのが好きなんですよ。昔まだメルカリとかそういうのもない時代の頃に、レジンでいろんなものを作ったりとか、フェイクスイーツってわかるかな、粘土でスイーツみたいなやつ作ってキーホルダーとかにするみたいなやつを作って販売したりとかもしてて、その時はね、ありがたいことにこうリピート買いしてくれる方とかもいて楽しかったんですよ。だから私は YouTube やろうって思った時に、絶対もうステッカーと T シャツとグラスは作りたいみたいなと思ってたから、まず一段階としてこのステッカーを作るっていうのが進んでて、まあ、超楽しいわけ。こうえ、金魚すくいのポイみたいになってる、ここだけ。え、こんなことある。あ、入った。あ、でもちょうどいいじゃん。ちょっとしか空いてないから、こうやってピッてやっといたら湿気ないかも。ちょっとおかわり持ってきます。さっきまで何の話してたか忘れた。まあちょっと酔っ払いだからいいかな。その辺は多めに見てもらっていいかな、今回は。やっぱ酔っ払いが勝つからね、どう転んでも。カラオケのさ、お酒ってさ、レモンサワー頼んでも何頼んでもすんごい甘いじゃん。口の中すっきりさせたくて、カリーサークのハイボールにしました。前から見てもらってる人はわかると思うけど、私酔っ払うと激感謝モードみたいななるから、今そのモードなわけ。みんなさ、私がレシピ出したらさ、作ってみたよとか、美味しそうとか、リコピンちゃんのレシピ作りやすそうでいいよねとかさ、いろんなコメントくれたりとかして、あれ4、5分の時に見ても普通に泣きそうになるくらいバカ嬉しくて。で、今回さ、自分のわがままというか、自分がやりたかったこと、まず1個ステッカー出すっていうとこ、みんなライブやったらさ、買うよとかさ、かわいいとかって言ってくれるわけじゃん。ありがてえなってことですよ。コメントくれる人も、いいねくれる人も、ステッカー買うよって言ってくれる人も、あとは今まさだやらせてもらってる安村さんのお菓子買ってみたよとかって言ってくれる人も、もうね、みんなひっくるめて愛おしい。私は皆さんのおかげで非常に毎日楽しく元気に暮らしていけてますっていう感謝を伝えたいっていう動画ですね、今日は。なんで今後もめちゃめちゃ甘えていきますので、皆様にこういう企画いいんじゃないとか、これ食べてみてよ、これ飲んでみてよとか、あと普通に質問でも何でもいいんでございます、ください。ねえ、待って、ほんとマジでさ、酔っ払いあるあるでさ、コンビニで買ったはいいけど全然食べないで終わるってやつ、これほんと良くないよ。まあ明日食べるからいいんだけどね。あとはちょっとちびちびつまみながら、最後これを一杯飲んで寝ます。だってもうもうすぐ4時になっちゃいますからね。ということで、 X インスタ TikTok も登録お願いいたします。ちょっとこんなわけわからない動画になってしまって申し訳ございません。ちょっと感謝を伝えたいなみたいな気持ちになってしまったんでございます。この動画にいいねとコメントもお願いいたしますと。良き酒ライフを。なんと実はありがとうございます。